ちなみにこの画面で伝わりにくい愚痴言っていいですか。これね、ずっと上り坂なんですよ。なかなかね、ビデオのね画面からはね伝わりにくいと思いますけどね、これ地味に足にきますね。ずっとここから登るんですよね。これは足行く。そしてどうやら路線バスはなさそうですね。バス停のバの字も見えませんからね。一応歯医者さんはいますね。あれバス走ってたけど、え、バス走って、ああ回送か。なんかカメラのピントずれてきちゃってますよね。よしよし頑張れ。カメラもなんかちょっとへどまってきてますね。何回言ってこっちの旧型の方のカメラ使ってますからね。私ほどね携帯が残念ながらやっぱしどうもね直射日光が強くなるとダメみたいですね。さっきもちょっと撮ろうとしてみたらでやっぱし、エラーが出ちゃいましたんでね。何なんでしょうねあれ。あっちのカメラちょっとヒヤヒヤです。使うのがこっちはとりあえず15分以内で収めとればね確実に撮れますからね。ってことでこっちは使っとったらこっちはこっちでねバッテリーがもう古いもんでねあんまり持ちが良くないみたいでねだいぶ減ってますけどね、バッテリーが。よいしょ。一応ねずっと交差点のところまで登ってきましたけどね、一応ここで、ね、登りはピークかな。あれか、あの前に見えとる橋があれね、さ、あのちっちゃく先に見えとるやつ、あれが三宮線なのかな。あそこぐらいまでだったら頑張れるって気がしますけどね。あれじゃなかったらだいぶきついですね。なんだこれは個人宅なの。なんか謎の数字が書いてありますけど何でしょうね。謎ですね。なんか合同で名字になってんのかな。本当になんだろう、分かんねえや。無理がありそうですし、分かんねえや。どっちにしてすごい広いですね。これ全部その敷地みたいですけどね。うわえ、これ個人宅にしたらちょっと広すぎますよね。なんかあれかな、催事場であのとかそういう施設なのかな。搬入口みたいなのありますもんね。だってこうやってそれ個人宅だったらちょっと個人宅には搬入口はないですよね、さすがに。なんでしょうね、こっち搬入口っぽいですよね。ぽいですよね。でも個人宅なのか。本当にすごいな。だとしたらすごいなね。まあ、ここからちょっと下ってそうですけど、いやーでも結構きついなこれ。まあとりあえずもうずっと行きますよ。恥か何かだけね見極めましょうね。なんか知りませんでしたけど野口みずき金メダルロードなんていうロードだったんですね。 500m、 これ何 500m 歩いたら着くのかな、石塚丘に。であれはやっぱどう見ても残念ながら三宮線の駅じゃなさそうですよね。駅というか三宮線のね鉄橋ではなさそうですよね。やっぱ道路っぽいですね。よいしょ。ってことでまだまだ歩かないといけないみたいです。あれはどこに続いてる道なんでしょうね。さっきのやつあと 500m で駅に着くのかなかとかそういうわけじゃなくて、どっかからもうすでに始まってたんですね。これ滑ってますよね。 500m から 600m どこまであるんでしょうね。これでちなみに伊勢市のなんて思うんでしょうね、黒瀬町。へえ。いやこれいい加減しんどいですね。あのとこうわささってなんか仕出しのやってるところあるみたいですね。 LP ガスもありますし、結構ガチで使えてきて何もね面白いこと言えてないですからね。多分もうどうってだいぶカットしてるでしょこれ。竹林だ、ね、竹
から横が竹林なんですよね。はい、まあそれぐらい。これ抜けたところにあるのかな。抜けたら見てほしいな、そろそろ。あの抜けたらもうバシーってね、あの三宮線の線路が見えたらね、やったーってなるんですけどね。どうなんだろう。とりあえずなんか線路がある気配ないですけどね。あの間違ってもあのお伊勢参りでこの五十鈴ヶ丘はね、まあね、もともと花にも何も出てませんけどね。ね、よくあの近鉄だとね、あの伊勢市駅、宇治山田駅からね、こう下宮をお参りして、ね、で、内宮道で、お参りの最寄り駅は五十鈴川ですよって感じで案内が出てますよね。まあ、あの、ね、あの宇治山田からも、あの、電車は出てますけど、直接内宮に行くんだったら、五十鈴川で降りた方のが、バスの料金も安いですからね。で、まあ、いいね、宇治山だからね、あの、下空まで歩こうと思うと、これは相当大変ですけど、五十鈴川でしたら、まあ、あんな感じで、歩けやんこともないぐらいの距離ですかね。まあまあ、バス使った方がいいですけど、バスの値段もね、150円ぐらい安いはずなんですよ。五十鈴川から乗った。で、電車でしたら基本的に料金そんな変わらないはず、50円かな。100円ぐらいで変わるはずなんですけど、ですんで、まあ、直接内宮に行かれますよって方はね、五十鈴川から直接バスに乗った方のが、お安く済むという感じですね。まあ、あの、マワジャン線みたいなね、あの、お得なね、フリーキップ使ってる場合でしたら、もう全然また話が変わってきますからね。それはそれということですけど。あ、もうダメだ。喋る体力ねえよ、もう。きつい。足がきつい。だいぶ足に来ましたね。あの上り坂はやっぱきつかったな。ああ車ってすごいな。もうこのね、間の道なんてね、車で走っとったら別にそんな気にするね、距離でもないんですけどね。また金メダルロードが出てきた。ちなみにね、さっきね、あの未来のね、アスリートというわけではない、かなり近所のおじいちゃん、おじさん、おじいちゃんって感じのね、方がね、ふーっとね、先を越していきましたけど、一応、あそこから700メートル来てますよ。ね。金メダル堂々。これ何がどう金メダル堂々なんだろう。わかんねえや。利休饅頭出てきましたね、あそこに。そっか、本店ここだったか。こっちが確か本店だわ。茶竹だ。これ案内が書いてありますね。野口瑞稀金メダルロード。よかった。2004年の8月22日に開催されたアテネオリンピックの女子マラソンで、あ、そうね、野口瑞稀選手が伊勢市出身ってことで、ね、記録で言うと金メダルね、地域の自分の多いところです。そういったことから、政府の未来を取り組む資金ですと、症状がこちらに、実際に野口瑞稀選手がトレーニングで走ったコースを、この、愛称を、野口瑞稀金メダルロードとして名付けて作ってるらしいね。宇治山田高校、宇治山田高校じゃない、山椒ですね。宇治山田商業のね、出勤で。まあ、こういう感じで来ると思う。それであそこから途中から出てきてたらですね。あんま気づいてなかったわけじゃなくて、ちょうどあそこからこう入ってたわけですね。こうぐるーっと回るようなコースで。で、もうすぐ、もうここら辺まで来てますから、もうあとちょっとでね、とりあえずこの、金メダルロードをもう少しで、達成ということで。まあ、半分回ってないですけどね。よいしょ。金メダルロード抜けたら、三宮線もあるでしょ。ちなみに、この辺りはね、このね、交差点もちょっとね、変わった読み方ですよね。これでね、鹿の海って書いてね、かのみっていうね、かのみ町っていうね、町です。かのみ町ね。こんな感じ。で、利休饅頭ね。ここは今もまだ営業してるのかな。あ、もう今ね、もう買いましたからね、利休饅頭さん。買いましたよ。しっかりとね、しっかりとほら、地域貢献ね、してきましたよということでね、お任せくださいということですね。もしかしたらこのコースで行くんならね、ここがね、あの、休憩所のね、茶屋、まさに茶屋になりますからね、あの、多分ね、あの、ちょっとお茶とかもね、出してもらえるんじゃないかな、なんかそういうね、飲食スペースみたいなのもあるみたいですね。まあ、まさにあの、
ね、おまんじゅうをね、ちょっと食べて一休みというね、まさにあの旅の醍醐味の一つでもありますかね、そういうのも。ちょっと事前にね、渡って、あそこの交差点あたり渡っておいて、ここでちょっと一休みしてから、もし伊豆塚岡からこうね、内宮の方に行こうと思った場合はね、うん、まずこれやめた方がいいですけどね、全然見えてこねえじゃん、あ、三宮線の駅どこまで行きゃいいのこれ。下空まで下げてないけど、ずっと下空の周りをぐる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 回ってる感じなんですよね、うん、だって全然駅の案内もなんもないですよね。これ降りたらあるのかな。しかしここの伊勢松さんってところはすごい詰め込んでますよね。もともと多分うなぎ屋さんなんでしょうね。こんだけうなぎがでっかく書いてありますから。うなぎがでっかく書いてありますけど、下にね、松阪牛も書いてあって、松阪牛も書いてあって、さらにエビフリアにステーキにハンバーグとも詰め込みましたね。はあ。ただ今日あ、まだ準備中なだけかな、それともコロナの影響でやってないのかな。まあ、この辺りはね、別に飲食店ですしね、あのソーシャルディスタンスさえね、確保すればね、営業はできるのかなとは思いますけど、どうなんでしょう。まあ、時間がまだね、早いですからね、5時回ってないんで、まあこの手の店は5時回ってから開くのかな、どうなんだろう、ちょっと私には分かりかねます。伊良湖岬のフェリー経由14キロ、いやいや14キロは無理よ。ああ、これどうなってんだ。まだこれずっとあんの。そんなにないの、そんなに離れてんのこれ。ちょっと開けてるからここで見えるかな。あれそれっぽいな、あれなんか電車のあれっぽいですね。あ、じゃあこれ行き過ぎたらダメなんだ、ここで降りないとダメっぽいですね。あれそうですよね、多分鉄道ですよね。よし、じゃあちょっとこっちからぐるっと回っていきましょう。あ、電池がやばいな。だから今通り過ぎたここをどうやらちょっと降りてった方がいいみたいですね。これぐらい取ると結構厳しいです。これでも一回フル充電にし直してますからね。一回電池 20% ぐらいまで行って、そこからフル充電、予備のバッテリーね、あの充電用のやつはね、差し込むのは持ってきてるんで、それで差し込んで 100% にしてまたやってるんですけど、まあまあまあ、これ自体はちょっとバッテリーの持ちが弱ってるってのはありますけどね。うん。まあ一丁一短ですね、この辺り。あ、でも、あ、こっちに来ると一応バス停あるんだ。で、降りたところに、あるはずなんだけど、今、踏切の音が聞こえるぞ。おいおいおい、踏切の音が聞こえるぞ。え、やべえ。これ乗り遅れると、いや、まずいぞ。電車の音するよな。列車の音するな。なんか今、列車が走ってこ、おっとか。え、今音したな。え、嘘だろ。やっちまったか。今踏切上に上がってってましたよね。あ、嘘。乗りそびれた。あれか、冷気は。音が来てパッと降りてたんでよかったですけど、何の案内もなかったですね。一応駅は見つかりましたね。あー、どっちだったんだろう。ちょっと時刻表見ないとわかんねえな。ちょうど木に隠れとって、ね、どっち側にね、電車が走ってたか。なんか音がね、反響しとったんでね。でもなんか通過してた感じでしたよね、今。でね、ここが駅ってことは普通に考えたらね、停車して上がっていくはずですけど、ってことは快速だったのかな、どっちにしろ。うん。どっちにしろここは快速見栄は止まりませんからね。で、快速見栄がね、いただけだったらね、差した問題ではないんですけど。あ、とりあえず、こんな感じで、たどり着いたのが、ってことで、来ましたね、伊豆塚岡駅。いや、まあ、なんもない。
でも一応ポストありますね。公衆電話もありますよ。ああ、で、これは佃煮のお店があるみたいですね。これでカノウミかな、カノミかな、さっきのはカノミのあれかな。さあ、ああ問題はこれです。時間です、今ね、これだ、16時59分、17時、さあ17時だと、あ、さっきのやっぱ通過だったから、あ、でも、え、次17時49分までねえの？お17時49分、え、ちょっと待って、あ、17時49分、これは、これはきついな。どうしよう。そんなに待っとったらめんどくさいな。あ、17時16分の後の飛び客が、これが多分そのままこれに変わるんですよね。よし。飛ばまで一回行って、電車乗る。で、飛ばのターミナル取りましょう、もう一回ね。で、なんか、雪、これに乗って帰りましょう。よし。5時ですね。はい、ということで帰り道に着きましょうねと言いながらとりあえずそばに向かいますけど、まあとりあえず駅間散歩ね、伊豆川から伊豆川駅から伊豆川はこんな感じってことでね、とりあえず動画締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。しばらく休む。